月19日金曜日6時を回りました。リピートタイムです。パーソナリティアイゼンです。はい、アシスタントのジェニコです。はい、ということで。はい。はい、今日はですね、年に数回ある僕がサボれる日ですから、もう初めに言ったもん勝ちですからね。サボれませんよ、今日は。サボれはしないんですよ。今日はね、僕、ミキサーの調整で忙しい日なので。まあ、確かにそれはあると思いますけども。そうそう。なので、頑張ってくださいね。はい、姉さんが頑張ってやってくれる日だよね。いや自信ないです。いや、だってほら、最近。この人たち相手には私も自信ないです。何言ってるんですか、最近28歳になったばっかりのくせに。そう。ね、そう失笑の嵐28歳、若いですね。若いんですよ。そうなんですよ、ね、あ、そっか。そうですね。そうです。したら何、47歳ですってちゃんと言っといた方が見た目若いですねっていうことなん。48です。8でねえ。では、47歳に なりました。はい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 。まあ、そんなわけで、こういうことですよ。はい。こういうことなので、もう、大変なことになってしまうんですけれども。そうですね。で、今月、いっぱい、お正月ミュージックということで、大変おめでたい人たち。お正月、お正月ミュージック。バックミュージック、あれだから、てん、てけてけてけてんが、だから、てか。段取り考えようてけてけてん。紹介もされてないっていうの。まだだから。まあ、どうもこんばんはって言ってないのに勝手に喋り出しちゃったよ。じゃあ、とっとと言った方がいいですかね。はい。でまあ今日でもあれでしょ、なんか姉さんの仕事をちょっと取って代わりたい方がいらっしゃる。そうなんですね。素晴らしい美声の持ち主がですね。じゃあそれ紹介する前に、はい、謎の美声ってまずやってもらってからの紹介でいいですかね。はい。はい。では、本日は提供こちらの方からでございます。よろしくお願いします。はい。4号線沿いエネオス台和町サービスステーション近く、ミシュランガイドに載っているメンハウス木漏れ日、桜丘ロータリー沿いスープカレー桜、地下鉄江東台公園駅から徒歩3分、ロックオンミュージックスクールの提供でこの番組をお送りしております。いや、どうしよう、姉さん、仕事取られちゃうかもしれない。発音いいですね。発音がね。さあ、じゃあ、どんな方たちだったのかということをね、はい、それまででは一旦まず CM を挟んでから、本編に行きたいと思います。では一旦 CM でーす。Remember sound, Tencho! はーい！これ、9.5 からで頼んだんですけど、10からじゃないですか？え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません。すぐ作り直します。おー、見てだけでわかるんですか？はい、それを知りたい方は、スープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませー。はい、ということで、はい、さあ大変なことですよ、はい、今日はね。まあなぜ今の時期かと言いますとですね、告知がすごくたくさんあるんですよ。うん、告知があるし、うん、あ、そ、うん、うん、ね、いろいろね、いろいろね、いろいろ新体制になった、はい、おめでたい、年中おめでたいこの方たちです。はい。はい、よろしくお願いします。はい。コテビル対変態視点の皆さんでーす。はい、どうも。はい、やってまいりましたよ。この時間やってまいりましたよ。はい、まいりましたよ。ありがとうございます。どうもね。やってまいりましたよ。はい、どうもどうも。はい、どうも。はい、どうも。みんな一斉に喋り出したので、ここは私から紹介した方が、多分収集つくんですよ。お願い。はい。で、まず、座ってる順番、あ、でも、滑る人最後にしたいから、まず、ベースの小野さんです。ラジオですから。自分で言うんじゃないの。ベースの小野ですって言うんじゃないの。ベースの小野さん。ベースの小野です。なんか俺一発目から滑ってるやん。ちょっと今はかわいそうだったね、今ね。いや。じゃあ、進行はいいんだよ、いいんだよ。そしてそのお隣にいらっしゃるのが、ボーカルのたけしさんです。たけしです。
そして、テンポ大事だぞ。流されましたけど。テンポ大事だぞ。テンポ大事だぞ。そして、テンポ180で。そして、はい、そして、そして、そして。ビートビート。早い、早い。ですね、ドラマ、正式メンバーのドラマ、なんと、本邦初公開。そこさ、今日、正式メンバーをさ、はい、強調するの、ちょっといやらしいわ。いやらしいわ。うん。いいじゃん。さらっと流して、そういうとこ流してよ。そういうとこ流して。メンバー紹介するとき、最後にそれを持ってくるんじゃないですか。そうだよね。なんかだから間違ったなって思ってた。滑る人重要ちょっと、ちょっと段取り間違えたな。滑ることに重点を置いた番組なんです。そうなんです。新しいドラマーがですね。いや、なんでそこでタメラが本当はみんな仲良しです。ドラムのチカです。よろしくお願いします。そしてそのお隣がうちのアイドルの小松です。新しいギターの小松です。よろしくお願いします。新しいサポートだったからね。そうですね、はい。そして最後にくちゃき先生です。僕くちゃきだよ。ああ以上のメンバーでお送りしたいと思います。はい。どうするよ。早く杉山君ほら進行して、はい、メンバー紹介終わりました。あ、僕ら何喋ったらいいか分からないね。はい、いや素人ですからね。いいんじゃないかな。緊張しちゃってもみんな緊張してるんですよ。何しに来たのこれ。あのラジオ出演の出し物をする。まずじゃあ告知から言って。ちょっと待って、ここにマイク向けなくていいし、いい音だって言う人もいるだろう。一人だけね、あの宴会モードの人がいるんですけども、自分の分ばっかり買ってね。だからね、運転しねえよ。その前にさ、この前さ、ライブ告知の動画の時さ、今年は飲みすぎません。あ、そうだ。だから1本しか買ってきてない。あ、そう。あ、なるほど。でも多分今日6本目なの。もうすでに。それはくちゃっきー先生ですね。はい、はい。告知先にやっときますか。あ、やりましょうか。はい、告知。まず、はい、今日なんですけど、うん、今頃、誰が歌ってるんでしょうね。え、アイゼンくんでしょ。あ、そう。じゃあ、ジャンクではアイゼンくんが歌ってますね。アイゼンくんと、なんかミュージックスクールの代表のコント・ナバル先生が弾いてますよ。確かに。弾いてますよ。弾いてますよ。女子高生の皆さん。全国の女子高生のみ。では、今やってる、はいはい、やつの告知を、これ出る方、それはいいよ。いや、とりあえず言ってよ。やだよ。もう、だってもう、これ、だって9時からだろ。うん。もう終わってんだぞ。今から来たら誰かに間に合うかもしれない。こっちのやつやるか。うん。じゃあ、これ、でしょ、日にちが被っててっていうことなんですね。そうなんです。ロックバンド日にちもあるかも。今この放送をリアルタイムで聞いてるやつは、はい。うんっていうことですね。うん。うん。そう、今から。一応ね、俺は10時ぐらいか。まだ俺は。車で聞けばいいじゃん。俺8時半だから。まだまだ間に合う。シャンバラ東口第2話。仙台フライングサンデー開催しております。真っ最中でーす。多分この放送中で。真っ最中ですね。はい。ウーロンハイ300円。ウーロンハイ300円。300円。なんか出すと、佐々木店長が来ていてくれましたようです。はい。フライングさんのね。はい。これってチケット代いくらですか？わかんない。多分、200円ぐらいじゃない？無料ではないんですね。今から来たら200円かもしれないです。あの、なんだっけ、画用紙にさ、手書きです。線引いてさ、ハサミでチョキって、印刷したやつを。前売りが、あ、当日。1500円。あ、すごいですね。なんか、ドリンクも出したいねとか言ってたんだよ。完全に飲み会をしようという。フラさんでも飲み会。買いたいとかするわ。それやんなくていいよ、どこでも。いつでもどこでも。フードブースがあるかどうかは、あなたの目で確かめてちょうだいねということで。あ、まあ、行けばわかる。行けばわかる。でも、もう終わるけどね。あんまそうですか。放送聞いてる時点で、もう終わる。終わってる。隣のコッコちゃんに。うん。フードブースありがとう。もう頼めば出てくるから。出前ですっつって。
じゃあその次行きましょうか。あ、次ですね、はい、今日のゲストの皆さんですね、コデビル対変態視点さんですね、はい、はい、2018年1月28日、はい、日曜日、はい、仙台フックというところでクラブサイボーグ、ボリューム24 in 仙台ですね、こちらで、コデビル対、新しいメンバーを迎えて一番最初のライブになります。こちらははい、ま、来てください。まず来てください。6時20分ぐらいですよね、で、出番は、ね。はい、早いんだね。ちょっと早いですけど、来てください。はい、早めに飲まないとダメですね。そうですね。そうですね。はい、早めに集合してね。はい。はい。ということで、まあ、この二つの告知ですね、番組のエンディングの方でももう一回やるのでね、最後まで聞いてくださいね。はい。もうなんかうまいな。うまいね。うまいよ。まあ、同じこと言うだけなんだけど。はい。でもなんかアシスタントちょっと交代してもいいかもしれないですね。うん、でまあ、アイドルだしな。そう、そうそうそう。そうそうそう。うん。6人の中で一番人気ないんだ、俺。そうなの？そんなことないよ。そんなことないよ。一番目立ってる格好してるのに。うん。ああでもしないとちょっと。ああでもしない。わかんないよ。マニアがいる。そう、マニア向けなんです、俺。マニア向けなんマニア向け。なんかさ、でもなんか恥ずかしいね。なんかこう、誰が人気あるとかさ。ああ。そういう、あれ、なくないみたいな。でも、間違いなくこれからチカブンが一番人気になるから。うん。おっぱいだからな。そうですね。そう。これからまた新しい視点もできますからね、いろいろね。で、新しい視点といえば。新しい視点、あ、そうです。ライブ告知あるんですよね。そうです。そうです。私が、1月の、24日。はい。何曜日ですか？水曜日。僕とクチャッキー先輩の親戚と親戚の隣の家に住んでる人の、はい。コデビル対ポンコツ視点っていうのですね、こちら、デビューライブがあるようなので、デビューライブ。デビューライブ。満を持して。大げさだな、おい。なりものいいです。全米が、そう、全米が、なんだっけ、新刊。新刊したやつ。全米が新刊するポンコツ視点さんのライブが、ジャンクボックスで、1月24日水曜日に、アコースティックイベントでございますので、アコジャン。アコジャン。ボリューム。ボリューム27ぐらい。7ぐらい。やってるな。はい。まだ。アコジャン来たらいいじゃんということで、お願いします。27。27もやってる。そう。すごい。はい。ということで、切って、あ、そうですか。これ、絵ですね。これ、映像でお見せできないのが残念。残念ですね。はい。それは、チケットおいくら万円ですか？200円ぐらい。ただではないです。ただではない。ただじゃない。ただごとではない。ただごとではない。ただじゃないです。ざわくつくやつですね。はい。はい。皆さん、お誘い合わせの上ね、来てくださいね。お時間決まってるんですか？お時間。お時間は、大体決まってますね。大体なんですか？大体決まってますけれども。まあ、夜ですね。夜です。夜です。いや、せめてさ。一応、三つに区切ると、夜。夜です。夜。朝、昼、夜。何時オープン、何時スタートぐらいは、言おうよ。多分6時ぐらいまで夕方。5時か。また近くんがいい仕事をしてるぐらい、じゃないかなと。多分6時半オープンスタート7時ぐらい。あ、じゃあ7時に来れば間に合います。多分、前売り1500円、当日2000円、ドリンク別600円。近くってなんかアナウンサーみたいな声してる。本当だね。うん。で、ボリューム24の時は書いてあります。あ、24の時。いやボリューム24。値上がり、値上がり。27の告知もあるんじゃないの？してなければ。いいよ。そのくらいです。はい、もう次、こう、次。時間なくなる、時間なくなる。告知これで終わりですか？時間。結構あるんだ。あ、そうなの？30分だよね、確かね、これね。30分前。30分このまま喋り続けなきゃいけないんだよ。だってもう、あいぜんだって自分のボトルに水いっぱいある多分もうなくなるよ。水しか飲んでないから、もう来たみたいな。シュー飲んで。シューチューしてるよ。水うまい。水うまいじゃない。水道水？ん？元水道水。元水道水。あれね。ああ、なるほど。湯冷ましだ。湯冷まし。湯冷まし？こしたりとか。そうか。混ぜたり、ね、沸かしたり。あ、1月24日ね、9時に。あ、その話しよう。9時？あ、出番9時。ポンコツ視点が9時なの？はい。出番9時。9時です。はい。僕ら終わると、ハイジ君が。あ、ハイジ取りない。お友達の。取りでもないの、それでも。
鳥です。あ、鳥だ。ハイジ君。もうその頃我々はもう出来上がってますね。出来上がって寸胴ベロちゃんちゃんも寸胴、はい、ちょうどいい感じですね。ベロベロベロって。ベロベロンチョってどういう意味？未だに分かんない。まあ、そういうくだりだから、ね。ずんどこベロンチョってなんだろう、うん、ずんどこベロンチョ。これ放送禁止でないの？いや、分からない。あ、放送、だって番組あるでしょ？ずんどこベロンチョっていう番組。うん、ウィキルト出てくるよ。ああ、うん、じゃあ大丈夫。ウィキルト出てくる。ウィキルト。ウィキルト。多分大丈夫。ということに。はい。うんうん、ウィキってくれれば、あなたの知らない世界のあれでしょ。 あなたの知らない世界でやってた。そうなんか昔さ、そういう歌あったよね、うん、NHK がポンキッキだか忘れたけどさ、はあ、なんだかズン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 じゃなくて名前忘れた、うん、なんかなんとかかんとかっていうのは何なんだっていう歌があったのなんとかかんと、あ、なんか甘くもない、辛い。メロンみたいな味もするみたいな。あ、そうそうそう。そうそうそう。わかるわかる。そうそう。あった。じゃあちょっとそれわかる人、あの、曲名、あの、お便りで送ってください。お便り。こちらまで。こちらまで。こちらまで。どしどし。ご応募ください。はい。でもさ、あのさ、あの、ポンキッキーズに出てるさ、ピーちゃんってわかる？ピーって形してる。ピーちゃん、ピーちゃん。あの人さ、何言われてもピーって言うんだよね。それはそうでしょ、ピーちゃんとか。ピーちゃんだもん。だって、何言われてもピーだからさ。ああ、いつも、いつもピーしか言わないんだよ。放送よく計画しちゃう。うん。ピーちゃん、ね。まあ、それだけなんですけど。はい。はい。あと公園とかにあの子供たちを集めて、なんかこう生中継するんだけど、それの司会がなんか、フォークギター持って、こうスピーカーを被った、なんか、スピーカーマンっていう人がいた。知らない。思い出した、それ。私たちは一体何を喋ってるんだ ?95 年ぐらいの話だね。95年。95年って、結構大人だよね。いや、僕子供。平成何年だかちょっと分かんないけど。まあね、っていうことで、はい、この6人の新体制でですね、はい、あの、今年は頑張るということでですね、はいはい、まあ、あの、何ですか、あの、最終月の最後にやる、あの、でっかいギターの人が出るみたく、我々もですね、レギュラーを狙ってるということですね、リビタイムの。あ、リビットタイムのレギュラー。レギュラー。狙ってないよ。毎回毎回こんなとこまで来てらんないよ。大変だよね。まあ、あとは、あの、街中でこう、居酒屋で、そっからね。そうだね、居酒屋収録とかしたら。居酒屋中継しようよ。面白いね。3本分撮れる、3本分。もっと旬なネタが撮れると。そうそう。ま、前向きに全勝します。いいね。はい。いいね。いいね。いや、もうあの、プロテイン買ってあげるか頼むよ、そこは。よし、やろう。プロテイン。でも俺、前向きって言葉好きだね。好きですね。みんな前向きだから。前向き。え？ね？そういう真面目な話になってた。後ろ向き？真面目な話じゃない。前にしか進まないんだ。前しか見てない。前しか見えないんだ。俺たち。それがロックだ。たまにロックを、ロック風。なんでその、たまに何そのぶち込むにやめてくんだよ。たまにロック風を吹かす。そうそうそう。ロック風を吹かすゲーって。だってさ、小松さ、なんか最後にいつもさ、やるときなんか、真面目なこと言うけど。真面目なことを言うんですよ。結局最後のラストの一曲あるじゃないですか。あの定番の曲。あれはもう本当に来ていた、ライブに来ていただいた人に対して愛と感謝を込めてやる曲なんですよ。はい。なんていう曲でしたか？へ？え？今、平行いため、愛と感謝を込めて。その前に、すごい力説してくれますよね。そうです、そうです。はい。それが、いいんです。一回も受けたことない。すごい大きい目で見れば、へも我々の一部ですからね。そうですね。大切な一部。大切な一部が、今まで私たちの一部だったものが、出ていく。そう、外に出ていく。出ていた瞬間に嫌われる。そういう歌ありましたよ。私もよく歌ってましたけど、誰も聞いてくれませんでしたけど。あ、知ってる。うるせえ。知ってる。あれ、兵士すぎて、兵士すぎて地球温暖化とかなんないの？なんない。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 兵士すぎて。しすぎて。
へしすぎて。しすぎて。しすぎてってなんだ。じゃあそろそろエンディングのあの、提供喋ってもいいですか。まだ、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 まだ。まあ、一旦 CM を挟んで、安心しておきましょう。そうですね。はい。俺、喉乾いたな。ジュース持ってこなかったの。ジュース買ってくれ。あ、持ってきた。じゃあ皆様がドリンクタイムで言うなんで。ドリンク。はい。一旦 CM でーす。ドリンクタイム。Sumimasen, Tencho, Tencho. Hi! Kore, 9.5 kara de tanonda desu kedo, 10 kara janai desu ka? E, sonna koto nai desu kedo, chotto matte kudasai. Ah, suimasen, sugu tsukuri nashimasu. Oh, mitte deke de wakarun desu ka? Hai, sore o shiritai kata wa, suupu kare sakura ni okoshi kudasai. Hai, irasshaimase!すみません、これ10カラじゃないですか。まだ CM だ。CM 開けてなかったんですか。店長が違うのが来て。店長。たまにあるよね、こういうことね。あります。たまに滑るってことですか。いやいや。滑る。CM が余計流れ。余計流れたっていう。なるほどね。コマーシャル。コマ。はい。コマーシャル。そして沈黙。コデビル対滑り対と。あ、今滑ったよ。まさに滑った今。ポンコツしてんで十分。十分滑ってるよその。あのこれ親戚だから。なんかすごいよね。モームスみたいだよね。なんかこういろんな派生のユニットが。あのこのコデビル内でめなんかイベント回せそうだよね。あ、うん。コデビル祭り。一人一枠。一人一枠。車だ。すごいことだね。6組出演ですからね。それでもね。うん。なんかすごい安いとこ借りないとできる。何？ユニットも作って。ユニットね。ユニットね。ユニットね。ダメだ。俺らあんま友達いねえから。俺がいるじゃないか。俺がいるじゃないか。だってダメじゃん。一緒にやれないでしょ。一人一枠なんでしょ。一枠だから。あ、でもそれは別にいいじゃないですか。被ってもいいの？被ってもいい。だって俺と小松。うん。おー、失敗してもあるし。どうですかね、コデビル、一人一枠ずつ。ちょっと今、場合によっちゃ、うっかり6枠出ちゃう人も出てくるんだよね。そう、そう、あ、6枠フル出演の人もいるってこと？あ、今、各枠に友情出演。僕今、編集しなきゃいけない。ポイント作っちゃったからね。何言ったの？ほら、あの、後ろでガヤ的に言うのやめてもらっていいから。一番大変なやつ。今、あの、切れねえやつ。アイデア。あの、今、ノロ言ったの聞いてなかったんだ。うまくあの、バキューンって音入れるでしょ。あれ、あの音のチョイスはなかなか面白いなと思った。ピーじゃなくて、バキューン、バキューン、バキューン。俺、いかにもすごい発言したみたいな。頑張って後で探してください。急にネタがまだ。小学生なんか連れてきたらみんな言うよね。言うね。喜ぶ感じね。喜ぶね。あれだね。ひらがな3文字のね。やつでしょ。子供喜ぶ。じゃあ、せっかくだから、チカプンに、今後の抱負とかを、語っていただきたいです。抱負。突然だから。突然すぎる。普通でいい。普通に。とりあえず、相席屋に行って、彼氏を探すっていうとこから。始まるっていうね。そういうことで。ことぶき対バンしちゃったら困るじゃないですか。ことぶき対バン。対バン。対バン。ことぶき対バンって。ああ、いいね、これ。シリーズ続報の対バン。対バン。脱退とかじゃなくて対バンなんだ。対バン。ことぶき対バン。すごいね。新しいな。あ、じゃあ、抱負をね、チカプンにね、言っていただきましょうか。抱負を。抱負。2018年1月から早速ライブも、言ってもらって、なんか真面目に言ってっていいやつなんですよ。大丈夫、大丈夫。みんながふざけすぎなだけなんです。とりあえず、なんか、皆さんに、
前に前にって言ってもらったり、頭抱えなくていいよって言ってもらったりとか、いろいろしているので、食われずに。食われずに。食われずに。あれ？みんなに食われずに、みんなに食われずに食ってかかるぐらいの勢いで、頑張っていけたらいいと思います。ヒロポには負けません。おぉ、しかもポデビルじゃないし、なんでポンキシーに張り合ってポンキシーに張り合ってわかんないけど、なんで急にそこヒロポには負けますライバル視したんだ。どうやらチカプンとヒロポンはライバルのようです。ライバル、しかもギタリストだしドラマメンバーでもあるんだあーあーそっか、某増田、某友に某歯医者さんの、はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、そんなわけでね、反応新体制のコデビルさんということで、はい、もうそんな時間なの、はい、もうそんな時間ですよ。嘘だ、はい、ちょっと喋ろうぜ。乗ってきた乗ってきた、後半に乗ってきた。30分もやんなきゃないとこ言ってきたこの子の野郎で、エンジンかかりつき始めてきたから、俗に言うスロースターターって、スロースター、今からはとっても面白くなる感じです大丈夫ですよ、そういう人のために続きはウェブで、ね、映像付きね。まだやるの、なんだよ映像付きね。はい、じゃあそんなわけで、今日はね、そう、初めの提供は実はこの方だったということで、はい、はい、たけしさんでございましたね。はい、はい、はい、よろしくお願いします。こんばんは、たけしです。この番組は4号線沿いエノス対話町サービスステーション近く、ミシュランガイドにも載っているメンハウス木漏れ日、桜はここはロータリー沿いスープカレー桜、地下室高等台公園駅から徒歩3分。地下鉄高等台公園駅から徒歩3分。ロッカーミュージックスクールの提供でお送りしましたレベルタイムカンペをさ、どんどんこう、離してるみたいな。だんだんこう、切なくなってくる。絵もあります。なるほど。そんな絵が見れるのはこれからウェブでの、ね、で見ていただくと。ウェブで。はい。そんなわけで今日は、コデビル対変態してやる皆様でした。イェーイ、アナウンス。来週もね、はい、こんな感じでね、行きましょう。はい、今年もね、はい、来週までお正月モードですね。はい、はい、それでは皆様、良い週末を。お過ごしください。良いお年を。また、バイバイ。バイバイ。